です。梅もんクラウド道場。皆さんこんにちは、テコデザインの梅もんです。今回は有給休暇のいろんな取り方のパターンを実際に申請書にワークフローの機能を使いながらご説明したいと思います。今この環境はエンタープライズプランを使っております。それでですね、ちょっと始める前にこの設定のためのこの勤務賃金設定、どんな勤務き、もうカミカミじゃないか。どんな勤務賃金設定が自分に当たっているのか、一般的なフルタイム8時間を想定した勤務賃金設定です。で、ポイントは、あらかじめ時間給を利用するをオンにしておくことですね。時間給が使えるような勤務賃金設定があらかじめ付与されていると。付与されているというか、まあ、それが使われているということをちゃんと確認した上で、今回の動画を撮っていきたいと思います。それでは、いざ参りましょう。こちらの申請から始めます。はい。まずは普通に1日まるまる有給休暇を取るというのをやってみたいと思います。まあ、本当はちょっと事前申請をしなきゃいけないんですけど、ちょっと金曜日に働かなかったということにして、1日まるまるの有給休暇を取りたいと。まあ、前期を選んだ時点でこの取得予定時間は記載できなくなりますね。なんか他のソフトって申請理由確か必須だったと思うんですよ。家康とか。人事ロームフリーって申請理由書かなくても一応申請できちゃうんですね。まあ、一応使用のためって、まあ、一応ここでは使用のためって書きましたけどね。で、まあ、各事業所それぞれ誰にこの承認を得るかっていうルートは決められていると思うんですけど、まあ、ここでは杉野さんを指定したいと思います。はい、必要事項を全部記入して申請する。このコメントが自動生成されて、残り2日になってます、ちょっと少なくなってます、みたいなのが、優しく教えてくれるお母さん機能がついております。あれ、そうか、有給残業数がこんなに少なくなってるなんて思わなかったので、ちょっと自分に有給休暇当てとこう。はい、次は AM 有給やってみたいと思います。午前の有給。半分使うっていうんですから、例えばこの半休を入れると。それで半休の時間を入れて承認者を選択する。それ。これでバッチリです。さっきちょっと残業数が少なくなりすぎてたので、焦ってめっちゃ付与してみました、自分で。キングオブタイムのパターン設定には、あらかじめ半日勤務が何時から何時まで、午後何時から何時までっていうふうに決めておくところがあるんですよね。だからこう迷わず AM 有給 PM 有給当てるときには勝手にその時間に対して当たるようになってるんです。なんですけど、人事ロームフリーはそこまでの設定がするようになってないんですね。半日が何時から何時までを指すっていうふうに設定しておけないんです。だから運用上、従業員さんには半日取るときは何時から何時っていうふうに自分で書くんだよっていうのをよく周知する必要があると思います。はい、次。今度はね、午後休を申請する場合は、例えば、またこれ杉野さんに設定して、それ、はい。で、ちょっと注意なんですけど、さっきの半休とか、さっきの有給休暇申請って、まだ承認者の杉野さんに承認されてませんよね。だから、またここ 42.5 日残業数っていう風になっちゃうんですよ。はい、次。今度何がしたいかというと、時間有給っていうのをちょっとやってみたいと思います。時間給を使うと、ちょっと中抜けしたいなっていう時。例えばなんかちょっと医者に行くとか銀行に行きたいとか、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱ時間給使えたら便利ですよね。こういう感じ。で、この朝普通に働く、中抜けして、夕方まで普通に働くっていう感じです。今度は、朝一で有給取って、その後普通に出勤したいような時。これも時間給ですよね。これも時間給。時間給を選択して、朝だけの有給を、2時間だけのバカンスってやつですね。朝一に2時間だけのバカンスを取って、その後は普通通り勤務をするっていう、朝一バカンスパターンですね。同じように、時間給を使えば、夕方だけのバカンスっていうのもできるわけですよね。早上がりみたいなイメージで、帰り際に歯医者さんに行ったりできるわけです。とても便利だと思います。これ早退にならないわけですからね。これを申請すればかなりフレキシブルな働き方に寄与すると思われますね。これなんで自動チェック結果がこれ三角ついてるのかな。この有給残業数が少なくなってますよっていう警告でこのオレンジの三角がついているのかなと思うんですけど、ちょっとこれはよくわかんない。はい、いかがでしたでしょうか。今回は有給休暇申請のいろんな取り方のパターンをやってみました。参考になれば幸いです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。とても励みになっております。それでは次回もお楽しみに。テコデザインの梅もんでした。